皆さんこんにちは。こんにちは。総合診療ブラザーズ小沢ひひろです。松本智弘です。今回はですね、また渋谷消灯に来てね、はい、新しい収録ですね、はい、寒くなってきましたよ。ドライブして、まあ、当直明けして買い物して、ですねですね、はいはい、消灯に来ました。はい、はい、で今日は先ね、武器を買いましたけど、はい、主戦のね、手法を、はい、手法ですね、手法を買いましたが、はい、その前にですね、はい、いつものように、はい、はい、そうですね、今回ね、今日は伊勢丹にね、先回りして買ってもらいました。先回りしてきましたよ。前回はね、フィナンシェでしたけど、今回はまたちょっと違う。食べる前の手消毒大事ですね。ワンウォッシュ、ワンアクション。ね、はい。流行ってほしいですね。はい、まだまだこれからですかね。はい。ガトーエシレですね。エシレ。エシレ。何？エシレバターね。有名店ですよ。開けていい？どうぞ。保冷剤しまった。カッチンカチンやで。保冷剤全然、いやもうね、全然全然溶けない。ああ、まだ大丈夫です。なんかこんな感じですね。サブレサンドですね。サブレサンドをお買い上げいただいたそうです。なんだサブレサンドって。サブレサンドはふんだんにエシレバターを、エシレってさ、塩が入ってないバターのことじゃない？あ、そうなんだ。うまいバターのことでしょ。おいしいバターですね。なんか知ってるわ。使用しておるため、室温ではバタークリームが柔らかくなります。冷蔵庫から出してすぐに召し上がりいただくことをします。つまりだから、保冷剤外した瞬間に食えってことですね。そうですね、はい、で、またこれを開けます。ちょっと1個多かった。ちょっと1、2、3、4、5、6個も入ってるよ。あれ本当はね、2種類だけだね、食べるつもりだったんですけど、2種類しか買ってないんですよ。だから1個ね、木平先生分買っちゃった。木平先生今日来るんじゃないかと思ったけど、もうあれですね、分かりません。で、株式会社綾部洋菓子店さんが製造されてるんですよ、はい、で、販売者が片岡物産で、へー、洋生菓子。明日まで、今日まで、いや、明日まで。じゃあ食べて、何を食べたらいいかな。じゃあ2つあるんで、ピスタチオと、まあ、普通の味、ね、普通の、これバターって書いてあるからはい、どうぞ、はい、こんな感じ、はい、かわいいね。こんな感じです。美味しそう。紙って書いてある全然手がかじかんじゃっていや、僕もですよ。まあ、何これ、寒い外だ。何これ、こんなですよ。わかけな匂いはね、もうまさにバター。これあれじゃん、ビスコみたいじゃない。ビスコのいいめっちゃいいビスコめっちゃいいビスコ泣きますよ。これ押すとさ、潰れるぐらいのビスコだと硬い。こう、あ、ビスコこう、いやー、ちょっと潰れないな、これは無理だな。はいはい、いただきます、うん、うわ、何これ、バターじゃんすんごい背徳感バター食べちゃったみたいなえ、すごい、これ硬いじゃないですか、はい、口の中の温度で、うん、あっという間に溶ける溶ける、半端ない。これ常温に置いといたらやばいよこれ、うん、あっという間にこのシャッ、この傘がなくなっちゃうよ、うん、見てこのテカテカこれやばいな。うまいっすよねこれ。うまっ。何これ。いやー、いいお菓子ですよこれCOPD じゃんあ、なるほどね。COPD の人にあげればいい。ちょっと、味噌汁飲みます。はい、僕も味噌汁です。味噌汁飲み放題です、この事務所。ユニマットさんの、はい、ただ飲みます。もう高血圧糖尿病製造マシンっていう。味噌汁？いや、味噌汁飲み屋さん、乳酸飲料じゃん。上ね。真ん中にお茶を選べるけどなかなか選ばないって。もう一個あるんですよ。次はね、同じやつのピスタチオバージョン。ピスタチオね、練り込んであるから色違うんですよ。あ、確かに。ね。ね。断面。うん、エシレ。エシレ。これ最初ね、丸の内にしかなかったんですよ。野瀬先生とかが、午前仕事ね、休んでね、買ってきてくれたりとか。それだね、はい、また、あ、こっちの方が硬いな。あ、でも、ゆっくりやると耐震構造みたいな。あ、なるほど。怖い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 。
ちょっと潰れました。だいたい5キロ、2、3キロかな。いただきます。みんなに食感は一緒、うん、あ、いるいるピスタチオ。ピスタチオこれ。ピスタチオですよ。なんかすごい香ばしくない？これコーヒーだよ。コーヒー飲むのは一緒にあるべきは、うん、味噌汁じゃないよ寒いから味噌汁。そこコーヒーはないんだよね。あ、酸化高いんだよ。美味しいね。美味しいですね、うん、いやこれさ、はい、1日1個にしといた方がいいと思うまあ収録だから1個でいい、うん、長いと言われそうですね。ていうかまあカロリー的にもね、はい、ニューヨークばりに寒い。ニューヨークばりに寒い、うん、タイムズスクエアかって。で、問題のこれですよ。はい、はい、はい、購入のシーンはね、購入の回を見ていただいて、はい、ね、北村先生、北村写真展、写真館、写真展、はい、ですね。ついに待望のですよ。待望の、うちの手法、重っ、ついに買ってました。ベストカメラ2020を受賞している、こっちだったね。じゃん、はい、ロミックス S5、はい、4K 対応、 Wi-Fi 対応、ついに買ってしまいましたよ、これを。じゃん、これを、これの良さが分かる人は、はい、あの、あんまり相当なカメラ好きだね。そうですね。でまたそれでパナを選ぶっていうところがまた主流派じゃねえっていうところで。そうなの、まあ、日本人だからいいんじゃないの。まあ、いやでも、まあ、主流派はソニーですよ、やっぱりね、うん、まあ、ソニーのね、α7、α4、α7、S3 ね、あの、木平先生がそろそろ変えるという、うん、なるほど、アルファレオメオの赤やっぱりね、ルミックスの良さはね、はい、この赤がね、はい、映えるっていうね。強迫性障害なので5年間補助つけました、はい普通なんか家電はつけないですけど、持ち歩くものにはつけたいですよね。はい、でこういうものが入ってます、はい、説明書と、説明書で次がガガガガガガ、ボディと、ボディ、これあれですね、ストラップ、はい、これを持ってると秋葉原に息入れますいや大事大事、これないですね。ないです。じゃあ出しちゃうよ。はいはい、はい、発泡スチロールね、はい、はい、ゴミみたいな。じゃん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 、ドーンドーン。もうこれもうあと小沢君に任せるわ。はい、はい、2420万画素ですね。何？2420万画素です。それはすごいな、すごくない、はい、あ、結構いい画質だと思いますよ。すごいね、これね、バリアングルなんですよ。これがね、バリアングルってどういう意味ですか？っていうこの普通はこの後ろの液晶だけで見れてるのが、このこうやってね、自撮りしながら見れるんですよ。だこれがね、だこれで車の中で撮ろうってね。そう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 、はい、これじゃあバッテリーで、ファインで上がってバッテリー入れるか、起動させる。これつくかな。ちょっと充電してくれてるよ。まあこれで充電できますから。あ、なるほど。そのためにこっちの、それ 何アンペア入ってるんですか。27,800 かかりますから。はい、80W 出せますから今の普通さ、はい、駅とかでか、なんかなんとなく通ってて3000とか5000とかね、はい、2500とかね。 iPhone1 回充電できますとかね。あ、そうですよね。そうですよね。つくかな。タイムゾーンを設定してください。東京、ソウル、 OK。 時計を設定してください。2020年の今日はあれですね、レンズは買わなかったんですよね、はい、レンズセットが売ってなかったんです、ね、レンズセットはもう大人気すぎて買えません。なんかカメラってなんかレンズセットで買うみたいですね。知らないけど、まあ、そんなことはないですけどね。まあでもしかないところもありますし、まあ、でも多くの人はもうカメラ小僧だから、レンズとかはそれぞれ持ってるんでしょ。そうですね、はい、それを組み合わせて遊んでるんでしょ。そうですね。ミニ四駆とかと一緒でしょ、うん、ですね。でこの後ね、はい、スマホからルミックス、はい、変わりますので、うん、変わってもらって、その前後を見てもらうっていうのが、はい、今回の企画の趣旨です、はい、はい、でちょっとあとまだ製品のあとレンズは今回、レンズですね、今回はシグマの L マウント 14mm、24mm、
F 値 2.8、レンズキットなかったんでね、はい、それは どういう特徴があるんですか。今回のは焦点距離が 14mm と 24mm なんで広角レンズですね。そうですね、はい、近いところだから、車の中でも撮れるようにってことですね。行きの時よりはね、より見やすくなるんじゃないかな、なんかなと思ってま ます、はい、ちょっと合体させてみましょうかね、はいはい、宇宙ステーションのドッキングみたいにやっていこうと思います。いやーすごいね、ここ見せてあげたらマウント、マウント、この中のね、こっちもね、もうスタッターですよ。でやっぱりここのそこはシコシコするでしょ、ここが動くんですよ、これ6軸 6.5 軸とかになるんで。でこれのすごいところはこのマウントがライカは大きいんですよ。パナソニックはライカ連合なんで、これ L マウント、ライカのマウントなんで、ライカの L なんでしょ、はい、これがですね大きいんですよ、ソニーちっちゃいんですよ。だからソニーは手ブレ補正に限界があるって言われてます。ここのえこの周りが大きい方がいい、そう、ここの余裕が取れるんですよ、ここに、ここの動きの幅が。うん、でもソニーはその分コンパクトを目指してる、ね、そうですね、うん、一度そういうの決めちゃうとね、まあ規格戦争はあるよね。でライカーがこのシグマっていうシグマと連合を組んでるんです、うん、ライカ、シグマ、パナソニックで L マウント連合ですね。で対するソニーは E マウントって言って、ソニーと、まあ、シグマもそこに入ってるんですけど、シグマは両方入ってる、そう両方入ってて、あとタムロンと、あとカールツァイスですよ。カールツァイスは向こうにいるんだ。そう、じゃあライカ対カールツァイスのレンズ会社として、そうなんですよ、はい、まあもうあの顕微鏡の世界はね、だと本当に ライカ対カールツァイスで、いつも顕微鏡どっち買うかで見積もり取ってね、あもう面白いですよ、分子生物学会とか行くと顕微鏡体験のコーナーが並んでてですね、いいんですよ、それが。それみんなねカメラ好きなんだよね、研究者ね。なるほど、うん、だからなんかカメラの話をしてるのよく聞きます、ね、よくわかんないけどでこれがですね、やっぱりこのカメラね、デメキンなんですよ、もう凸ってことだね、凸になってて、ね、魚眼的な感じで映るのかな、うん、おーおー全然 こっちがディスプレイすごいね、やっぱりいいね、これレンズがいいね、いやレンズもいいやつですよ、お楽しいね、そうこれなんか違うのものだと思うと、そうですね、なんかいいね、返さなくていいとかさ、なんか早くしてくださいとかさ、送ってくださいとかないからね、はいはい、鈴木ノアさんが 4K 対応かな、え、何で、何でですか、分かんない、なんとなく、なんかいいんですか、なるほど、え、じゃあ今回、はいはい、出てもらう場合はと、あ、出てもらう時ですか、あ、その時はですね、5.9K でいきます。より上そう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 、 5.9K はですね、ここにもう一個上につくんですよ。何がつく、アトモス忍者 V っていうのがつきますから。アトモス忍者 V って雰囲気取るってこと、アトモスフィアってこと、あ、いや、アトモスっていう外部レコーダーをここにつけるんですよ、うん、はい、そうすると 5.9K で撮れます、これが、はい、はい、意味が分かんないけど、はい、はい、もう超高画質です、ね、そう、そうだろうね、はい、録音レベルを、じゃあちょっとそろそろ切り替えましょうか。そうですね、ちょっと待って、こっちを設定しないと、寒い、寒いですね、しても、この煙感とかが違うの見てもらえたらそうでしょうね、電子補正はね、もう味噌汁、コールド味噌汁になってるスキー場張りに冷めるの早い、これ Vlog ビューアシストってあるんだ、これあのバリカムっていうのがパナソニックの業務用のやつなんですよ。だからバリカムのログ撮影っていうのができるんですよ。ログっていうのが一番綺麗に撮れるんです。綺麗にっていうか全ての情報を抑える持ってるんですよ。普通の画像って YouTube とかも含めて圧縮しちゃうんですよね。あ、まあ、全部だから色情報が圧縮されちゃうんですよ。だからそこいじりようがなくなっちゃうんで、そこを Vlog っていうのでやっておくと後でいじれるってことですね。そう、後でいじれる。アイノ知ってるそれ。で僕見てますからね、その動画ね。まだここそれも知ってるし、いや、はい、前のさ、その、はい、あのさ、あれがあるんですよ。顕微鏡の画像もさ、TIFF とか、TIFF とかそうじゃん。はいはいはい、全部そう層別で入って、はいはい、で JPEG がダメだってことです。はいはい、そうなんですよ。その動画版だからです。はい、はい、じゃあ戻ってきました。はい、カメラが変わりました。ルミックス。はい、
S5 全然ね、キレは違うと思いますよ。キレ寒い寒い、確かに寒い、寒い、めっちゃ寒いですね。本当にエミネムがねフードかぶって理由がわかるよね。ああ向こう寒いからなるほど。ただ単純に、はい、はい、ね、このねこう曇りもよく映るんじゃないこれ。ああ確かに映ると思いますよ、表現力が違います。ほんとね、デメキンレンズね、デメキンレンズ映ってますか、はい、この辺とこう手がグイーンって映るんだよね多分 ね。じゃあそれをカッコつけてもう一回貯めましょう、はい、あれこれも補充した、してない重くない、補充した、ああこういうことか。びっくりした、補充したかと思ったらこれが重いんだ、びっくりしたよ、さっきと重さよりさっきより重いと思ってびっくりしました、はい、はい、じゃあどっち食べる、どっち先生が選んでください。じゃあ俺バターかな、普通のバター、普通のバター、じゃあ僕はピスタチオ、うん、中西くんピスタチオね大好きでね、あのうちカフェ、ね、じゃあ中分けにしとけんじゃん、え中分けに、中分けピスタチオ芸人いるでしょ。ほんとさ、はい、人間の体温ってすごくない、あっという間に溶けるじゃん、うん、恒常性ホメオスタシスまだ保たれてます。そんなにずっとあったかいんだからさ、はい、最近どんどん増えるよ口とか腸ってやっぱり、うん、いい環境だよね、確かに寄生するって、うん、自分が恒常性を保たなくていいんだ、なんか優しいよね、うん、そう思います、だから人気なんですよ。エフレって無塩バターだったと思うよやっぱり、あ、なるほど、だからお菓子に使うんじゃない、はい、という感じで、フラ、フランスのバターってことですか、確かそうだと思いますよ、うん、めっちゃ美味しいバターですね。ということで今回はこれからはね、ちょっとミックス S5 に、はい、切り替えてね、はい、やっぱ買える手頃な値段での傑作機じゃないですか、うん、やっぱり確かにね、うん、本当に欲しかったのは某 K 木原先生に買わしたんだよね。え、いやでも L マウントの S1H が欲しかったんですよ、うんうん、でこいつはその弟分なんですけど、なんとまだこれはファームウェアアップデートしたいんですけど、ファームウェアアップデート時にはなんと S1H をもはや凌駕してしまったっていう。え、どういうこと？ S1H のこれ半額ぐらいなんですよ値段が、ボディ値段が26万だね、66万円とかなんですよ、うん、S1H って、うん、動画機なんですけど、うん、でもこの S5 のセンサーって S1H と同じなんですよ、で機能もどんどん似通ってて、うん、オートフォーカスの機能とかこっちの方が若干上回ってるとか言われるくらいで、あ、そう、じゃあ使い勝手のを選べば、うん、使い勝手選べばこの S5 の方が、そう、まあいい時もあると、そうそう、明記だね、まあ、じゃあ明記ですね、じゃあ66万だからって全てが凌駕してるわけではないと、まあね、一夜報いることができるとゼロ戦みたいなもんっていうか、そんなのよく作っちゃったなってことなんですよ、安むしろこの値段で、この値段でちっちゃく、みんな S5 買うんじゃないこれ、そうそう、だから S1H かとか S、 これの前去年出た S1 ってモデルがあるんですけど、もうでっかいんですよもっと、だから怒ってる人たちがいるんですよ、こんなちっちゃいのか作れるじゃんみたいな、あ、こうちっちゃくてこう書く、これはさどういうユーザーに向けて作ってるの、ハイアマチュア、まあ、プロ、本当のプロでも全然プロ、例えばどういうプロ、どういう、まあ、動画のプロとかじゃないですか、ハイアマチュア、 YouTuber には向いてる、向いてると思いますよ、YouTuber 初心者に、でちょっとお金、初心者っていうか YouTube で金、 ご飯食べようと思ったら、はい、これが1個あればいけるはずだよね、まあ、そうです、そういう戦略会議のもと買ってるからね、はい、でまあ L マウントでいろんなレンズも使えるし、はい、ってことですね、はい、まあ、その最初に入り口をどうなの、 L マウントを選ぶ理由ってあるの、そのやっぱり手ブレ補正のとこか、手ブレ補正に強くて動きを取ったりとか、はい、する場合、まあ、うちはロケを、ね、今後ねやってきますからね、やっていきたいと、はい、在宅診療でね、はい、と思えば、まあ、自然と L マウントになると、まあ、E マウントもねすごいいいんですよ、やっぱりタムロンとかのね安くていいレンズとか、ね、安かったね、北村さんでなんかひときわ安いレンズがあって、うん、これでいいならこれがいいやっていうふうに出資者側としては思うと思いますけども、まあでもテンション上がる機種って大事ですからね、はい、あとはね、ソニーはね、いい機種ね、ちょっと古かったりとか、こうバリアングルがなかったりとかね、Sα7、S3 なんか買えないしさ、みたいなところもあったりとかして、高すぎるんだね、いや、そもそも買えないんですよ、売ってないんだ、売ってない、出回ってない、なんで人気すぎて買えないんですよ、そんだけソニーってさ、今黒字だよね、
黒字ですね。だってパナソニックの4倍ですよ、結局。ソニーってやっぱそういうさ、あのパイオニアっていうか、なんていうの、パイオニアって言ったらまたあれか、そういうなんか精神スピリッツがあるのかな、うん、かもしれません。はい、はい、それでこれいいの、このマイクのことを言わなくて、まあ、それは次でね。はい、じゃあありがとうございました。はい、でこれからもね、 YouTube を始めたい人、始めてる人の中で情報シェアをね、はい、できるような、そう、僕が分かればみんな分かると思います。うん、カメラのこととかね、そういうことをちょっと勉強していこうと思いますね。今日はルミックス S5 をの初撮りをお伝えしました。はい、これから新しい機材とか周辺機器を発表、まあ、つ、あの紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録、通知、ベルボタンを押してください。はい、あとコメントで質問は小澤先生がお答えするので、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。